ちょ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 、そこじゃないでしょ。いきなりそう来るかな。もうわざとらしい演出はなしにして、今日はインセプションでこう、もう早速入りますよ。入ります。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。お忙しいところありがとうございます。いいところです。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。店長の、はい、須田さんです。はい。須田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は東京から、はい、いい感じのドライブできましたよ。あ、雪降ってたのに。いやいや、もう大丈夫でした。快晴に恵まれて。あ、本当ですか。うん、よかったです。楽しい感じできました。いやー、しかしなんか商店街の風情と、はい、ここがもう全然違う雰囲気が。そうですね、はい、ちょっとまたこの道が裏通りにもなっちゃうので、はい、ちょっとこう佇んでる雰囲気があるというか、いい隠れ家みたいな感じになっちゃうので。いや、そこがいいんです。そこがいいんですよね。ドーンと大通りの商店街にあるんじゃなくて、はい、でもレコーダーさんってそういう方が、はい、なんか行くときにちょっといい感じで楽しめますよ。ああ、そうですかね、ちょっと隠れ家的というか、はいはいはい、そんな意味もある。はいはいはい。このお店は、はい、どのぐらいなんですか。始まって始めてからですね、始めてから今11年半ですかね。あ、11年半、はいはいはい、今年の6月で12年を迎えます、はいはい、そもそもは須田さんは、はい、お店をここを始めようと思ったきっかけっていうのは何か。あ、レコーディング始めようと思って。そうです、そうです。もともと CD ショップで働いてまして。あ、どちらなんですか。ここは HMV で、はいはいはい、まあ、地元の HMV で、はいはいはい、ずっと働いてまして、そこで自分もなんかこうバイヤーとしてやっていくうちに、はいはい、ちょっと自分の好きな音楽と、まあ、レコードをちょっと販売、まあ、自分でその店を持って販売していきたいなっていうのもあって、それがきっかけでお店をじゃあ始めようかなとスタートしました。そうですか、そうですか。でも桐生市っていう、はい、そこに選んだ理由っていうか。選んだ理由は、まあ、地元が、地元で、もともと生まれ育ったんですか。生まれ育った町がこの桐生市なので、はいはいはい、ここもしかして実家とか。そうですね、まあ、僕は今住んでないんですけど、はい、一応実家の一部分を、はいはい、ちょっと使わせていただいて、はい、一応まあちょっと改築というか、改築して、はい、お店を作るためにちょっと作り込んで、はいはいはい、使わせてもらっています。あ、そうですか、そうですか。いやー、いろいろあるので楽しい感じですけど。いや、あのね、話がサラサラいくとね、はい、なんかね、面白くないですよ。で、今日の買い物の予算をこれで決めたいと思います。はい。1回こっきりの勝負です。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。起きた、8。お。8。ああ、よかったよかった。ありがとうございます。ああ、よかったです。8ね、もう、8000分買わせてあります。ありがとうございます。税込みですか。あ、うちは金額全部税込み、金額で。税込みですね。はい。了解しました。はい、DJ 用に何かこう、そうですね、イベントみたいなこともあるんですか。まあ、今はちょっとできてないんですけども、はい、はい、まあ、たまにそういったイベントごとも開催したり、あとうちはダンスミュージックもをメインに取り扱ってるっていうのもあって、まあ、来てくれたお客さんなんかでも、まあ、ちょっとこうデモンストレーションじゃないですけど、うん、まあ、うちに置いてあるレコードを使って僕が DJ みたいな感じで、まあ、曲と曲をつなぐだけなんですけど、そういうのもやりながらこうお客さんにもアプローチというのもあれですけど、はい、まあ、聞かせ方の一つとしてやっています。はいはいはい。で、これ、はい、まあ、ちょ、いきなり細かい話すると、あ、はい、このターンテーブルシートで、はい、アコースティックリバイブのやつですよ ね、 すね、はい、これ前から使ってる、割と最近なんですけども、はい、ちょっと導入をしてみようかなと思って。はいはいはい、はい、いいですか。使わせてもらってます。いいですね。はいはいはい、はい、やっぱり実は、はい、このお店がどんなお店か、まあ、ネットでも大体わかるけども、はい、実際になんか行ってみてもらって、はい、ちょっとこう下調べってわけじゃないけど話を聞けたらいいなと思って。ああ、そうなんですね。で、アコースティックリバイブの社長の
石黒さんがいらっしゃって、はい、その方にお願いして、はい、このお店一回来てるんですよ。あ、そうなんですね。この話しませんでした？全くしないですよ。そうですね、特に何かこの何を使ってるんですか？それが誰かもわからないですよ。そうですね。で、行ったらすごいいい店だよって言って。あ、本当ですか。はい、だからぜひもしもこの番組で撮るんだったら多分いいんじゃないっていうメールをもらったんですよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。僕はそれを来た時にこれ置いてったのかと思ったら、そうじゃなかった。この辺は新品だな。あれ、新品がどの辺なんですか？はい、新品はこちらの棚に。ここは新品、はい、とあと壁と壁が新品、はい、そのテーブルのものが一応新品の。このテーブルのこの平置きって、はい、贅沢ですよ。贅沢ですこれは東京とかでは、はい、絶対ありえない。なれないですかね、だってこのスペースあったらみんな棚になっちゃいますもん。そうですよね、確かにそうですね。まあ壁にこうあるっていうのはもちろんそんなにスペース取るわけじゃないから、はい、これ贅沢だもんね。これ須田さんの一押しって感じなんですか、ここに？そうですね、一応近くに新しく新入荷したものをこちらに並べていますね。はい、でやっぱり須田さんダンスものがお好きで、ダンスものって言ってもまあ、はい、結構大雑把だけど、もうちょっと細かく言うと、はい、ハウスミュージックというハウス系の、あとはヒップホップ、ヒップホップですかね。会場主にダンスミュージックとして、はい、うちは仕入れています。もう完全に店主の好みっていう。そうですね、いいですよね。いやいや、だからもうそれはもう好みを打ち出さないと、はい、絶対面白くないじゃないですか。まあそうです、趣味の店なんだって、はい、いいです。自分の好きなものをやっぱり見たくてお店も始めたので。はい、そうですよね、はい、あとはまあちょっと再発版とかになっちゃうんですけど、はい、まあ、ジャズだったり、あとブラジル音楽も個人的には好きなので、そういったものの再発版ですとか、それがこっちの方にあるのは、まあ、そうです、まあ、これ中古と、まあ、中古と、あとまあそこにちょっと一角なんですけども、はい、新品のコーナーと、あとまあ壁に並べているものですかね。はい、そもそも、はい、キリュウでやるにあたって、まあ、ご実家があるっていうことではあったけども、はい、なんかこう桐生市に対しての思い入れとかは、なんかこう音楽シーン盛り上げてやろうとか、あ、はい、なんかそういう気持ちっていうのもあったんじゃないですか？あ、ありました。そこは始めるときにはですね、割と桐生って音楽の街濃い感じはありますけど、ね、そうですね、割と桐生、まあ、もそうなんですけど、群馬県だったり、まあ、近い、まあ、栃木県もそうなんですけど、はい、割とレコードが好きな方が多くてですね、さっき言ったように DJ する方とかも多くて、はい、そういった方々が結構レコードを使うことも多いので、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、その地元の人たちに、まあ、少しでもいい音楽というか、そういうものを発信できたらいいなと思って、はいはい、まあ、少なからず自分の、まあ、好きなもの以外でも、まあ、何かこれすごくおすすめなものとかに入れて、それをこう発信していって、いろんな人にその、まあ、音楽、まあ、DJ 含めて音楽というものを、まあ、それこそ、まあ、ダンスミュージック以外でも、ジャズだったりブラジルの音楽っていうものも一緒に合わせて紹介できたりだと思って、それも始めたきっかけの一つです。そうですね、ここも見てほしいですよね。ハウスじゃなくていいんですか？はい、ハウスじゃなくていいんですか？あ、全然ハウスじゃなくても。いやいや、せっかくお店がこう売りとして、結構でも今一番の売りとしているのは、押したいのは個人的にはここ。ここですか？押しはここ。はい、じゃあここ、ここで大丈夫です。パタパタで行きたいと思います。はい、そうですか。ブラジルレゲエ、ダブ、ジャズフュージョン、ここで、でもここマニアックが全然入ってきますね。
もう厳選ですね、これきっと須田さんの。そうですね、厳選してます。もう確実にこれいいぞっていうのしか入れてないっていう、はい、この辺狙い目だな。はい、次はレゲエラブ。そうするとあんまりこれいまいちだなっていうのはもうあんまり起きたくないというか。そうですね、自分の中で。例えばたくさんほらどんどんものすごい量でリリースされて、はい、物量をこう誇るお店ってあるじゃないですか、はい、そうではないんだと。そうです、ね、セレクトショップなんだと。一応前セレクトしてやっぱり自分の中でもこのアルバムがかっこいいとか、うん、この曲がかっこいいっていうものをやっぱりお客さんにも伝えていきたいっていうのがあるので、いきたいっていうことで自分の気持ちがこもってないと伝えることもできないかなっていうのもあるので、そこはちゃんと自分で厳選をして、お客さんがこれどういうやつって言うときっちり説明できるっていう。そうですね、っていうかもう説明してますけどね、すでに。これでもこれ書くのもなかなか大変な作業じゃないですか。さ、実際、まあ、書いてあることとプラスやっぱ聞いてもらわないと、うん、あ、それそうですよね、聞かなきゃ分かんない、はい、ますからね。ブラジルでいきます。結構僕は詳しくないんですけど、ブラジルにしても、はい、いろいろと過去の名盤が復刻されてるわけですよね、はい、その中でもえりすぐったやつを。そうですね、割と人気なものも、例えば、アジムスの。アジムスね、かっこいいじゃないですかこれ、ジャケット的にかっこいいですね。それも新しいアーティストさんというか。そうなんですか、はい、ビット・ウォルターズ、いいな、8000円で買えるな。ちょっとジャケで引っかかりましたね今ね。うん、視聴もできますので、はいはい、まあ、レコードで買って聴いてみたときにも、
まあ、音が違かったというか、CD よりもやっぱりレコードの方が、まあ、その時まあ、ね、どういうことが音がいいのかわからないんですけども、本当にその自分が感じた中で、やっぱりレコードの方がすごいいいなっていうふうに思えて、それいくつぐらいですか？それは高校生ぐらいの時ですね。そこからもうどんどん自分もレコード買い始めて、レコード買い始めてのめり込んでいっちゃいました。でこのありさまで、このありさまですね。いいですね。本当にそうですね。まあ、同業なんで分かりますけど。あちょっともうなかなかもう抜け出せられないです。抜け出せられない。